自民党の下村政調会長は、2回幹事長と会談し、来月予定されている党の総裁選挙にチャンスがあれば出馬したいとの意向を伝えました。自民党下村博文政調会長。下村さんも総裁選挙に出馬すべしという声が上がっていて、チャンスと可能性があれば、その時はチャレンジはしたい。 下村氏は2回幹事長と会談し、来月予定される総裁選について自民党や日本を立て直すために何ができるか、ずっと考えてきたと話し、出馬を目指す考えを伝えたということです。正式に出馬するかどうかは、今後の状況を見極めた上で判断する見通しです。一方、総裁選について、 自民党の小賀元幹事長が言及しました。自民党小賀誠元幹事長。その辺は利口な岸田会長ですから、おそらく私はこういう状況の中でね、出馬まで踏み切るという決断には至らないんじゃないか。自民党の岸田前政調会長の総裁選出馬が取り沙汰されていることをめぐり、 岸田派の前のオーナーである小賀氏は岸田氏を強く牽制しました。